遅いんだよ。はい。偉大なパパ、エミリちゃん。でかい。道端で遭遇したら死ぬ。出ないよね。すげえ。これ、私たち両手じゃないと持ち上げられないものを顎で持ってるつぶしちゃったよ。かわいい。遊んでる。えいえい。これ遊ぶの楽しいよね。あ、バカついに首にかけた首に。隣持ってくんじゃん、これ。見てみて。